ボストン市の旧本社マスコット店舗の例ニューバランス574靴ニューバランスはアメリカのマサチューセッツ州ボストン市に本社を置くスポーツシューズメーカーである。1906年に当時33歳でイギリス移民のウィリアム・ J ・ライリーによってアーチサポートインソールの製造メーカーとして開業する。ライリーがこの時に開発したインソールは鶏の足の爪にヒントを得たものであった。 その後、これらの技術をもとに強制靴の製造を開始。1930年代にはカスタムメイドのランニングシューズの製造を開始した。1960年にはウィズでもサイズ選択が可能なウィズサイジングを世界で初めて採用したシューズを発売。以降このウィズサイジングはニューバランスシューズのサイズ選択の基本となっている。1972年に ジェームズ・エース・デイビスが買収し、現在のニューバランス社の体制を築いた。同業他社が中国やベトナム等に製造拠点を置いて外部委託を主とする中、アメリカやヨーロッパを製造の中心拠点として展開し続けている。そのため商品が高価となる傾向がある。世界トップ3のグローバルなアスレチックブランドを目指してカテゴリーを拡大しており、2015年には 参加のスポーツ用品、メーカーウォーリアスポーツの手掛けていた、サッカー用品市場に参入。ウォーリアがサプライヤーとなっていた、リバプール FC セビージャ FC サガントスをはじめ、ストークシティ FC、FC ボルトモンテリオ山形などとサプライヤー契約を行った。574ニューバランスのシューズニューバランス風クは、 ナイトロルトレールランニングシューズニューバランス V470 トレールランニングシューズ500番台900番台1000番台シューズ製品の日本展開は株式会社ニューバランスジャパンが行う。企業データ、編集その他、編集 CM キャラクター、編集、ニューバランスブランドの医療及び関連商品の企画、生産、販売は株式会社 NFC が行う。 伊藤忠商事とビリーフの共同出資によって設立。アパレル関連商品において、ニューバランスジャパンと独占販売契約を結び、企画、生産、販売を行っている。企業データ、編集その他、編集 CM キャラクター、編集2015年当時2018年まで。2019年からはペナルティに変更した。ニューバランスが、 フットボール市場に参入リバプール FC らと契約。f a s h i o n s n a p c o m httpww.excellent is made in a ha キャンペーン。ニューバランスが、シューズ職人、三村人志との専属アドバイザー契約を締結。pr-times2018 年1月24日。閲覧。ありがとうございます。